たい。おはようございます。はい、ということで、昨日は4周年コンサート終えてきました。皆さん見てくださいましたでしょうか。涙の表面張力、あ、嬉しい、ありがとうございます。涙の表面張力に至っては、あの僕たちの恋の予感公演でもやってるので、結構音に慣れてる曲だったので、すごいあの大きい和紙で踊れてよかった。スタジオすごかった。本当嬉しい。スタジオすごいって言ってくださる方が多くて嬉しかったです。そう、スタジオでノーエマをしました。ね、まあやりたいとは言ってたんですけど、そう、この場をお借りして皆さんの前に披露させていただきました。まあ、一応私とあの美月があのダンスオーディションで、勝ち取ってあの一緒、なんて言ったらいいの、ノエマ勝ち取らせていただいたノエマン、これ なんて言ったらいいんだろう、ベスト人歌謡祭で、踊らさせていただいたので、そう、葵がピアノで弾いてくれて
でもあれ本当はあの、まあ、まあいずれ分かるでしょ。まあ今はちょっとまだ置いとこうかしら。まあ別に言ってもいいのか。あ、トーだ。なんだ？誰？やっぱ、I love you。I love you。ありがとう、たまに来てくれて。そう、今日さ朝ね、まあ、寝とって、でそんでさ朝さ起きたらさ、めっちゃ右手がジンジンして、で右手こう押さえながら、こうやってなんか押さえながら寝てたんかな。もう跡がもう消えなくて、もうすごい痛かった。もうツツジにしてこんなに、いや動かない、こっち動かない、あそうずっとそう、めっちゃ痛かった、右手が、右腕が。今日はね、あのホワイトデーですからね。ちょっとこれうまくない？うまいのできたよ。ゆっぽくん、 I love you、 ありがとうございます。なんかこっち見たらそんなだな。そう、なんかさ、公演やってて、あの黄色のサイリウムとかやっぱ見つけるとすごい嬉しくて、わーなんかわーってなってたの。人かなとか思ったら全然違うんだよね、いつも。そう、コウコとね、私同じペンライトの推しから一緒なので、だからもう
パッて言いつけた、あっ黄色だと思ってパッて見たら高校みたいな、高校みたいなで違ったーと思って、私じゃないねーみたいな、そうそうなんです。ピエンズね、まあでも微笑ましいと言いますか、見てます。昨日ね、なんかやっぱいろんな人いるなと思って、これうちわ持ってきてたんだけど、うちわにあんこ推しって書いてたの。待って誰と思って一回え、そんな名前の人いたと思って、で最初あんこのうんこが、うんこがけ、うんこ、うんこうんこだけがあれで、あのなんか読み取って、あリンゴちゃん推しの子かと思って、あでもちょっと待ってと思ってパッてもう一回見たらあんこって書いてんの、ああんこゆみこみたいなゆみこかと思ってあすごいいろんな人がいるなーとか思ってそうそこでちょっとね印象に残りました。あんこ推しか、私もいずれかチュンチュン推しとか出てくるのかなみたいな可愛いなって思いました、あの方が。何時間寝た、何時間だろう、5、6時間も寝ました。昨日はね、玉ねぎパパとチュンチュンが見に来てくれてました、お昼公演。ドラマ揃っててかっこよかったのに、なんかニコ生じゃあなんかすごいパパ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 パってカメラ割りが変わってもう全然見えんみたいな言ってた、チュンチュンが。まあチュンチュンはその場にいたけさ、わかるけど、そう私も見せてもらったんよ、お母さんに。ノイマンのとこ見せてと思ってこう見て、そしたらめっちゃ切り替わるなんと思ってもう分からん誰が誰かみたいな感じだった。あ、招待招待感じ、そうよ、肝心なダンスがね、ノエマンとか特にこうかっこいいけんで、定点で見たのがかっこいいやつだから、定点で見てもらえた。しゅっちゃんに褒められてたね。ふうのお姉ちゃん、嘘。昨日でも昨日あのコメントくださって嬉しかった、可愛かったよって言って、まあ、え、てうん、だからめっちゃ緊張しちゃう、緊張してた、本当にやっぱりあのお姉ちゃんも来るとかいろいろ、ちょっといいとこ見せないととか
思ったけど、もうそんなこと考えてる暇なかった。もうなんか夜公演はいろいろ思いが、もうなんか渋滞。影穴ね、影穴、私昨日ね夜公演で話したんですけど、でも影穴めっちゃマジで超成功させたるでと思って、落ち着いて言うよと思ってパーパー言っとったらもうガリガリガリもう終わったもうやばかったね、本当に悲しかった。でも皆さんはさ優しいけんさ、やっぱ私がさミャミャミャとか言ったらさ、もう笑ってくれないよね、微笑ましくちょっと笑ってくださるのが本当にもう心の支え、もう本当にごめんなさい。いやもう本当にもうマジでもう、いやいつもそうやって噛んじゃうからね、私甘噛みをしてしまうので、だからもう今日は4周年だからね、もうしっかり決めてやるよと思って、決めてやろうと思ってパー言うとったらもう噛んだね、ダメだ私緊張するとダメです、ダメダメだなと思いました。だって昼公演も緊張しすぎたのあまりめっちゃ間違えたし、しょっぱなでもうダメですね。そう、しょっぱなで振りを間違えたんだけど、でも多分それは多分映ってないからさ、多分ね、わかんないけど映ってた、でもあの会場にいる、会場に来てくださってる方は多分わかる、多分っていうか絶対わかると思うんですけど、そう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 、あねえ、そう映ってない、なかったと思うから、まあうん、でも本当にもうショックすぎて、もう一回間違えた瞬間からショックすぎて、もう私はーってもう本当記憶飛びそうだった。しかもさ、もう SD48 ボスアイボソリーとか言ってさ、ほんでもうめっちゃこんなになってさ、もうしゃいたるでー思ってパーやって、もうここまでは調子いいよ、そしたらもうってどうしたーみたいな、どうしてこれが出てきたのーみたいな、みんなが回ってる最中に私はもう前に出ちゃってあーどうしようみたいな、で一個早くね、私が早かったね、一個なんか一個早くてこの状態だったからちょっとみたいな、もうねそこでねめちゃめちゃあの笑っちゃったんだよね私。もうなんか思いっきり間違えすぎてなんか笑っちゃったよね。もうねもうびっくりした本当に、そこであやばいわ、もう本当申し訳ない、もう本当にああ気持ちダウンダウンだったんだけど、もうでもなんかそれがきっかけでもうスイッチ入ったというか、もうなんかスイッチャーと入ってるんだけど、もうここからやばいやばいよ私みたいな、もう踏ん切りがついてっていうか、なんていうんだろう、そうもう一回あんな大きな間違いしてるから大丈夫ってなった。センターだったら、そうね、センターだったらね、センターじゃないんだよね、ちょっと神手寄りみたいな、ちょっと神手の人みたいな感じで、
そう、アゲアゲで行きましたよ。エビカニエビカニ行く、マジでエビバディエビカニ行くす、エビカニ行くすで、エビカニ行くすで踊っちゃおう、エビバディエビカニ行くすで、エビカニ行くす、エビカニ行くすで踊っちゃおう。そう、僕はこの海を眺めてる披露させていただきました。初めて皆さんの前で、配信限定では何回かやったことあるんですけど、何回か1回か、はい、すごい嬉しかった。緊張しました。あんな大きい舞台でこの楽曲を披露できたのも嬉しいけど、やっぱセンターで歌ってもう、そう、なんかすごい、でも皆さんのペンライト、ペンライトから出るこの熱量ペンライトとかその皆さんから出てくる熱量がもう私たちにも伝わってきて、私たちももうめちゃめちゃ暑かった。もうサングラスステージとかもめっちゃ暑かったですから、あ、もう夏だーと思ってました夏だーって踊ってましたゆうちゃんセンター、もうねセンター最高とかそうやって言ってくださる方が本当に大好きです。ありがとうございます。ね、絶対ティフでやりたいね、いつか。でも絶対やるとき来るから、それまでずっと見てくださいね。レモンジュース久しぶりにやったね。レモンジュースは、レモンジュースもね久しぶりにやって楽しかったです。めっちゃ頭振って。レモンジュースはね、私ユミコの頭振りこの頭振るところが本当に頭取れるんじゃないかっていつも思ってたからね、ちょっとそこ見てほしいんだけどね、なかなか見れないよね。おい、鳥さん、困ったんだ、ありがとうございます。そう、ヘッドバン、ヘッドバン、クッキー、ハッチーさん、クッキーありがとう。そう、今日はあれだけね、ホワイトデー、皆さん今日はホワイトデーですから、お返しちょうだい。クランさん、だるま、ありがとうございます。ななみおごうさん、あめももさん、あかあき、おはがし、まくさかごせもさん、お、ハート、きいじさん、かいまちゅ、ありがとう。これ以上お菓子もらったらもうほんと押し入れから出ちゃうはい、ではね、ちょっと今日の配信はこれにて終わりたいと思います。ケータリング、まあお弁当はいつも通りだったよ別に特にそんな変わったものとかはなかった。はい、今日はなんとサコティンのお誕生日でございますの前に、ファンの方のねお誕生日を3名いるので、3名の方
をお呼びしたいと思います。まずはハッチーさん、お誕生日おめでとうございます。そしてキヨッピさん、お誕生日おめでとうございます。そして、ハッチさん、お誕生日おめでとうございます。これからも私たちと一緒にあのいい思い出をたくさん作っていきたいなと思っているので、これからも私のそばに、いてください。はい、そしてでは、そしてこんにちは、僕は君のことが大好きなんだ。ということで、さこちゃん、お誕生日おめでとうございます。はい、さこちんはミニスタジオとで私スタジオで一緒に昨日とかもね、ノーエムとかいろいろ全部踊らせてもらったんですけど、一緒に、なんかさこちんはなんかすごい振り覚えてて、もうなんかね、私たちが出ない制服の重さとかも振りを覚えてて、なんか君はすごいなってなんか振りはすごい覚えるんですよ、すぐ。しかも踊れるんですよ、あんなもうヒョロヒョロな体して。で、いやもうなんか、いやもうすげえだって思いましたなんかかっこいいかっこいいなと思いました。あ、もうほんとサボティン、これからもね、もうビシバシとバシバシと行きますので、スタジオどこのユニットより負けないように頑張ろうね。サクティひめかー、もうね、もうめっちゃ可愛くて、本当にサクちゃん子供、もうね、いつまでたでも私の中では小6誕生日おめでとう。何歳になったんだっけ。13か14か、やばいね、小6じゃんね、お誕生日おめでとう。またこれからもいっぱい思い出作っていこうね。あ、そう、清水さあちゃんもね復帰したということで、ちょっと今はこの間休業を発表されたさやかちゃん、原さかちゃん今休業してるんですけど、でもまた帰ってくるときに私たちが温かく帰りって、もう母親のように迎えたいですね。はい、では皆さんありがとうございました。11位、まあ、なんで11位から呼ぼうとしたんだろう13位フレちゃん、12位ロコボコさん、11位マッキーさん、10位ヨシさん、9位ナオナオさん、8位パミン、7位シマカデさん、6位フさん、5位キジジさん、4位昔からおじいさん、そして第3位がハッチーさん、ありがとうございます。第2位がモーさん、ありがとう。そして今日の第1位がユッポーさんです、ありがとうございます。はい、ゆっぽくお誕生日おめでとうございます。間違えた、ゆっぽくも誕生日じゃないね、これタワー投げてくれてありがとうございます。お疲れ様っていう感じっていうことですね。ありがとうございます。もう本当に昨日はめちゃめちゃ楽しかったです。楽しかった、もう楽しかったです本当にありがとうございました。
今日はお話し会なので、お話し会に参加するよっていう方はまたお話し会でいろいろ話ができたら嬉しいなと思っていますので、よろしくお願いします。お昼からの参戦なので、私は1時半からなので、はい、それまで皆さんゆっくりして、で私と考える、私と話すこと考えて過ごしてください。では皆さんありがとうございました。次は、ソロ公演とかいろいろ控えているので、私ももっともっと体鍛えていきたいと思います。では皆さん、また後ほどお会いしましょう。という方はお会いしましょう。またねー。